大手三木は、新末民発の軍人、北洋系の軍人、北京政府、直令派に属したが、後に暗記派に転じた。字は、古名、氏名。北洋海軍学校で測量を学び、後に北洋危機局図工となる。ついで北洋部美学堂に入学し、1898年に日本留学生選抜試験に合格した。翌年より日本に留学して、 予備校で学び、1901年10月、陸軍士官学校第一期兵科に入学している。1903年に、主席で卒業、帰国する。帰国後は、陸軍教習へ教習に任ぜられ、多くの軍事書を中国語に翻訳したことで、縁の賞賛を受けた。これにより破格の抜擢を受け、第五陳期兵等隊、第一陳奏参謀、おはやし軍馬隊、しめぎみつる。 第二協強,強党、木ハタ艦軍都党などを歴任する。1909年、軍事代表団を率いて、フランスに視察に赴く。帰国後、金英軍統領に昇進した。中華民国成立後、金英軍は、兵国省配下の陸軍第16市に改組され、王帝三木が引き続き市長を務めた。1913年7月、書店新陳述市に任命され、間もなく、 第二革命が発生すると鎮圧のため南方へ出動する。翌1914年にはチャンス省で高年鎮守氏に同し、後に長江沿岸要塞司令も務めた。1917年、長君を補佐する長江巡越副史に任命される。兵国省が代理大総統の任期を満了してからは、王帝三木は暗記派に転じる。1918年、 左大将軍に列せられ、1919年12月、チャハルト特別区都党に任命された。しかし、1920年の安直戦争で安期派は敗北してしまう。王もまた、チャハル都党と陸軍第16市長の地位を喪失した。その後、王帝美希は北京政府高級軍事顧問となる。1923年1月、猛古前衛陳守氏に任税られ、 1925年9月、ゴハイフの下で、内属、ツランレ軍運輸副司令となった。しかし、結局、職を放棄して、天津に帰り隠居している。1939年1月30日に、ゴハイフが和平休国宣言を発表した際には、王も和平休国会連盟の構成員として、同宣言に連署している。ただし、 王が連署に至るまでの経緯や活動の具体性については不詳である。1940年死去、去年65、ありがとうございます。